茂木 GT300 キロレースグランドファイナル GT500 のレッドシグナルが今グリーンに変わってレースがスタートになりました。最終決戦グランドファイナル今スタートのまさに1コーナーとなりますが、さあ2番手争い36番、おーっと、そして17号車のアステモが3号車に今横に並びかけた2コーナーのところなんですが、トップ3順位は変わらず、1コーナー2コーナーのあたりの雨の量が少し増えてきているという不穏な動きが出てきています。細崎どうぞ。そうですね、雨強くなってきてます。以上です。わかりました。そして今ギリギリ縁石ギリギリのところで17と36、また17が前だ。しかし今度は立ち上がりで36がまた並んでいる。 V 字危ない、縁石ギリギリのところでしのぎ切りました。そして V 字コーナーで36、坪井翔がアグレッシブだ。坪井翔が熱いぞ、熱い坪井翔が今17を捉えて2位に上がります。そしてヘアピンのところで松下がさらにやり返そうとするんですが、坪井がここはブロッキング。放送席どうぞ。立川雄二選手準備ができました。わかりました。ピットはですね、ご家族関係者みんなが見守っています。さあ皆さん見届けましょう、立川雄二のラストレース、ラストラン。千代勝雅ここまでパーフェクトな走り。さあ高星光則にドライバー交代します。さあそしてカーナンバー36、今ピットインを終わってコースへ行く。シリーズタイトル王者へ向けてのラストスティント、依然として前後関係は変わっていません。カーナンバーこれで3番が前ということになりますね。1コーナー2コーナーあたりで雨が落ちてきているか、これ16号車はウェットタイヤを履く博打というのもあるかも分かりません。3分の2迎える手前で大津弘樹のドライブは終わります。そしてランキング3番手から優勝を飾って逆転チャンピオンというそのシナリオももう厳しい状況になりました。さあそして残り周回が今17周というレースになっていますが、トップと2番手は現在は10秒8という差にまで広がっています。アステモの応援団の前では順位は変わっていない。しかし1コーナー2コーナー並んだ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 、3番手争い並んだ、3番手争い並んだ。そして今サイドバイサイド GTR を間に置いて、そして3コーナーのブレーキングゾーンではまだ松田が前、まだ松田が前、そしてインサイド飛び込んだ、また並んでいる。17号車立ち上がりで逆転逆転、3番手アステモだ、3番手アステモ。そしてまた雨が降ってきたのか、また雨が降ってきている。さあ17号車が3番手浮上。さあそして立川雄二が1コーナーだ、16号車の横に並ぶか、雨を味方につけて16並んだぞ、立川オーバーテイクだ。さあシチュエーションが難しくなれば立川の真骨頂か、まだまだこの男は諦めてないぞ、立川雄二オーバーテイクだ、立川抜いた抜いた、ウエットに変わる路面の中で立川がオーバーテイク。残り7周、まあもしかしてもしかするかもしれません。バクチに出ますカーナンバー16、アステモ今表彰台圏内を走っていたんですが、ここでウエットタイヤに履き替える選択。ああ3号車、なんと高星コースオフグラベルストップ、3号車の高星が 130R でコースオフグラベルストップだ。冷える路面に最大限注意を払いながら走っていた高星、しかし無情にもマシンは止まってしまった。そして宮田智は先週のスーパーフォーミュラーに続いて、なんと国内トップカテゴリー 2つのカテゴリーのチャンピオンを得ることになります。カーナンバー36英雄トムス、今シーズンの王者となる見事最終戦優勝3勝目、GT500 チャンピオン勝って決めました、英雄。さあそして皆さん大きな拍手をどうぞ。宮田智がマシンを降りた、坪井翔と新王者ペア誕生だ、おめでとう。